こんにちは。現在開催中の第10回記念第1次展に出品している設楽雅美です。今回ご紹介する作品はこちらの遠くの街並みという日本画の作品になります。こちら F15 の、 大きめの作品なんですが、夕暮れ時の街並みを描いた作品です。ちょうどこれからの時期の少し紅葉が始まって葉が黄色に染まる様子を描きました。夕日に光ってキラキラ光る様子 と夕日で街並みが赤く染まっている様子を描きました。初めて訪れた場所なんですけれども、すごく懐かしい気持ちになりまして、見ていただいている方もどこかで出会ったような街並みにちょっと想像していただけたらなと思います。こちらの作品のお問い合わせは下の概要欄までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。